スーパー耐久第4戦、オートポリスで行われた5時間のレースも終了しました。ちょっと台風の影響で週末を通して非常に難しいコンディションではあったんですけど、今回地元ということでスタートを担当させてもらって、雨が上がって、ドライコンディションになる難しい中で、ライバルの6号車7号車と、いいバトルをできて、レース自体は非常に楽しむことができました。その後コンディションが回復してドライコンディションになってまた最後雨が降ってきてと非常に難しい状況で、ライバルの7号車が今回非常に速いということもあったのと、あとちょっとピットのタイミングとかで、僕たちが不利の方に働いたのかなっていう感じもするので、ちょっと優勝できなかったですけど、2位表彰台に立てて、とりあえずは良かったかなと思います。シリーズ的に、今回の2位でちょっと有利な方に行ったと思うんで、この2位を、また次につなげられるように精一杯、第5戦そして最終戦と頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。